チャオ、あっちゃんです。今日12月の14かな、4やね。あっちゃんの朝ごはんは昨日のポーク、ハッシュドポーク。ちょっと今火かけてね。焦がしちゃったら大変やからね。火にちょっと今かけて温めてんねんけど、ハッシュドポークとパンで食べます。パンちょっと焼く。朝食の今日は5枚切り。今日はね、下がね、上をもう休みやね。来週三社飛んだよね。で、下も来週三社飛んだね。今日マラソン大会で行ったね。で、マラソン大会からご飯買って、マラソン大会ご飯を飲んだらパンで行く言って、あれ食べて行ったん。卵サンド。で、なっちゃんは、なっちゃんにはね、ハッシュドポークで食べます。ちょっと焼いていきます。子供のね、卵サンド、卵の器でいいや、もう。あら、もったいないしね、もったいないし、めんどくさいでね。ここにね、ちょっとモノコリを入れましょう。では、ここでね、パンと漬け漬けして食べましょう。では、ハッシュドポーク。ほんのり焼いたパン。今ちょっとコーヒーのね、お湯沸かし中。で、ね、ちょっとヨーグルト食べます。今日のヨーグルトはね、もちろんアルワやねんけど、アルワにまたカルピスの完熟いちごをちょっと入れた。ほんのり甘くした。甘酸っぱくて美味しかったよ、ではハッシュドポークを食べていきましょう。パンをね、今見てる目線よりも置いた場所が今度目線が変わるので、今日は近くになるので、ハッシュドポーク、おいしい。おいしいけど飲み物が飲みたい。飲むわけでもないけど。冬になるとね、インスタントコーヒーの消耗が早いね。夏はね、もうドリップで、ドリップっていうか水出しが作るけど、冬はね、もうドリップめんどくさいから、ドリップの方が香り高いし体にはいいねんけどね。インスタントも美味しくなったし。再び牧高子さんに来ていただきました。いろいろメッセージもいただいてるんですけれども、マチさんが意外とせっかちなんじゃないかっていう、ね、はいはい、話をさっきしたので、メールいただきました。おいしいね、ハッシュドポーク。なんで急いでるんだろう、買いました。それはやはり6月10日、月の記念日のお誕生日からの時間を大事にしてるんですっていう、ね、推理してくださったっていうことだと思います。そうなんですよ。
ちゃんと入れすぎた。いっぱい入った。今日はね、北海道牛乳、高梨生乳 100% 使用、成分無調整、北海道 3.7 牛乳、酪農王国牛乳、ここは北海道根室は、ここ北海道根室は日本有数の酪農地帯、乳牛を育てるための理想の地、北海道 3.7 牛乳はここで、ここでチモシーとクローバーといった、牧草を中心に育った乳牛から生まれてます。だから美味しさが違います。はい、3.7。これ初めて買うんかな、この高梨。うん、生乳 100% です。はい。決して生乳って言わないようにね。はい。朝からいなこと言うなって。もうね、なんばっかり言っとったらね。まっちゃん変態かなと思われるよね。変態ではございません。ちょっとだけ変態です。はい。大体1品のあのボックスがっていう意見が多いですね。うちのおばあちゃんがさ、おちちおちちっていうね、住人のこと。おちちのむかって言って、うん。で、牛乳のことね、前も言ったけどね、牛乳のむかっていう。鼻出るわ。うちのばあちゃんはね、明治の人やからね。牛乳っていうね、いや明治やから言うんか京都やから言うんか無理に言ってんのか知らんけど牛乳っていうね、昔から、ね、昔からだから、じゃあ何飲むって紅茶かってお乳かっていうね。ミルクって言ったら、こんなハイカラなミルクって言うの、牛乳や。うん、なんか、お乳のみたいなから、シャシャ。入れてくれね。昔からだから、あっちゃんは。うん。だから、そういう。お乳が好き。違う。なんか違う。ね、小学校の時とかみんな女の子がこう第一次第二次か成長期でだんだん女の子の体になった時に、あっちゃんも早くお乳をくらまえたら思ってて、それがこの年になって膨らんでくると甘いんだけど、びっくり反面嬉しかったけどね、何の話やん。あ、テレビ18だったら21になった、なんかうるさいな、もんな。うん。うん。足っぽくいいね。そうあのね、あっちゃんライブの前の動画でも言ったし、ライブの前の動画結構やっぱり結構ひどいこと言ったと思うね、自分でも、うん、やっぱファンの人ってすごい大事やのに、まあ、ファンの人にねちょっとひどい、うん、あっちゃんもしファンやったらそんなこと言われたらショックやなってやっぱりとは思ったけども、でもあっちゃんもやっぱ配信者としてね逆にショック受けたから言わせてもうて、でファン減る覚悟でやってんけど、不思議なことにね、ね、8371人、20人ぐらい増えてんのね。で、裏チャンネル、もう560人ってことは、何？ 7、8人増えてんねんね。本当ありがたいなと思って。うん、だってやっぱり思った。
昨日もほとんど言葉を選ばずにやっぱ話させてもらったんで、ファンの人に苦言ってなかなか言うことないんだけど、思ったこと正直に言わせてもらったら、確かに離れていった人もおるかも分からへん、でも戻ってくれた人とか分かってくれた人もおったんかなんかで増えたんかなって思ったり、まあ新規の人も来てくれたのもあったしね、でもやっぱみんな分かってくれて嬉しかったと思って、やっぱ言葉っていうのは綺麗に綺麗な言葉よりも、口悪く言っても心で伝えるのって大事やなって昨日思った。これからもね、口悪いあっちゃんやけど、よろしくお願いします。やっぱりね、心で話す、大事やわ。やっぱり、いくら綺麗な言葉を並べてもね、偽物よりも、いくら、ね、かっこよく作った言葉を並べてもね、心からの叫びほど伝わるものはないんやなって思った。だからあっちゃん、みぎちゃんと話しとくのそうやねん。ごめん、ビーンで。手が日本しかなかった。今度俺を食べたかった。綺麗に拭いて食べるとね。シェフに敬意を払わないと。そんなこんなでね、やっぱりこれからも、口悪い、怖いって言われるかもわからへん。なんでそんなきつい言い方すんのって、もうちょっと言葉選びよって損するでって言われても、いい、あっちゃんはもう言葉を選ばずに喋るようにする。だってね、一生懸命言葉を選んだ偽物の言葉よりも心からの叫びの方が伝わるって昨日勉強した。だからもうあっちゃんは上辺だけでみんなと携わるのやめよう。その代わり敵も作ると思うし、ファンも増えていくのも遅いかもわからへん。でも分かってくれて本当についてきてくれた人っていうのは本当に分かってくれた人やって思えるからね、上辺だけの付き合いはいらんねん、はっきり言って、今まで人との付き合い、友達にしてもね、いろんな周りにしても上辺だけで付き合ってたね。そうじゃなく、みきちゃんとは心とのつながりも一緒やけど、みんなともこれからは心でつながっていきたい。だから綺麗な言葉よりも、なんかな、10個の綺麗な言葉よりも一つの心のこもった言葉の方が響くんよね、だからあっちゃんは心のこもった言葉っていうのは頭で考えずに心が叫ぶ言葉だから、言葉を選ばずに喋っていきたいと思います。はい、ということで今日のあっちゃんの朝ごはん、昨日のハッシュドポークでつけつけパンにしました。美味しかったです。実は2日目のハッシュドポークも絶品です。でももうあと1人分あるかないかです。はい、ということで今日のあっちゃんの朝ごはん、この辺で終わりにしたいと思います。今日そんな長いなかったかな、ね、ちょっと今日の朝ごはんは短い動画になっちゃったけどね、一緒に食べてくれてありがとうね。ということで今日はこの後ね、もう10時前やねんけどね、ゴミ出しして、また今日のあっちゃんの、モーニングルーティーンじゃないけどね、朝のやらないといけないことやっていきたいと思います。そろそろ喋っとったね、ゴミ屋さんが来るんでね、早出してしまうと、前回ねちょっと逃してしもうたから1個ね残してしもうて、だから今週ちょっとねゴミ袋3つあるんでね、全部出してしまいましょう。はい、ということで今からゴミ出していきます。またね、バイバイ。今日のあっちゃんの朝ごはんとトーク良かったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。